10年後はどうなってると思いますか。これね、ヒカルさんもまだやってると思う、現役で。 YouTube の時代とか流れ変わってくるから、俺ら今旬で若いうちだけ受けてるかもしれんけど、はい、それは今生まれたばっかりのサービスだから、うん、テレビだって最初スタートそうで、いきなりおっさんがいきなり人気者おるわけじゃないって言えんですよ、はい、それで言ったら別に10年後は普通におじさん YouTuber がおっても、まあ、普通なことやってもだから大御所って言われ出す、はい、ほんまの意味でっていうのはあるんじゃない、今後別に変わっていくんじゃないかなと思う、うん、まあだからあれじゃん、14年前の自分表示させたんじゃん14年前の自分表示させたんじゃん、その年で、うん、このパターンだったらさ、なんでもありじゃない、未来10年後の自分表示もいけるもんね、多分いけますいけます、ずっとうちわでこうやってうん、ヒカルくんとかつってなんでもありやん、こんなんこの表意ネタ、表意強いですよね。ヤコさんどうなってると思うんですか。僕はほんまに嘘抜きで、最近ちょっと楽しくなってるよりは、はい、YouTube はこそこそと有名人は続けてる気がする、はい、完全に撤退しないと思うわ多分、俺もしないと思うな、結局、うん、できひんと思うわ、なんかおもんなくない、何百億とかね、例えばね、はい、手にしてもほとんどのことはやめちゃうけど、はい、SNS とかもなんだかんだやってると思う、更新頻度が落ちるだけ で YouTube も週に1回とか、はい、分からんで、うん、やってる気がするな俺。俺もやっとるかな。で宮迫さんとかだって長いから50ぐらいでやっとうからな。宮迫さん考えたら俺20年優位あるわけやん、そこに対して。確かに確かに、やかやっとんちゃうかなって。普通にだって40、50の人とか YouTube 今から頑張ろうって頑張ってる人おるわけやん か、うん、それ見とったら別に俺が辞める理由もなくなってくるなと思うし、うん、あとね、俺らがどんだけ金稼いでてもほんまにそんな感じで引退したし今までいないでしょ。求められてる以上はほんなかなかいなくないですか、もう辞めます芸能人って。まあ少ないです、求められてて引退した人って今のところいないですね。まあ安室奈美恵さんとかいますけど、でもあの人めちゃくちゃ頑張って何十年もやったらあげるじゃないですか。本当にスパッと辞める人って本当好きだと思いますよ、惜しまれてね。もう20年とかの単位やりきった人がよくそういう感じですよね。だからそういう意味で言うと、あと10年なんだかんだおる気がするな。やめたくないな。金持っとったらデビューとか してみたいもん。なんか分からんで、ヒカルさんのその今プレスの気になるやつだけど、めちゃくちゃ金持って、じゃあ黄金の iPhone 何百万です、はい、デビューしてみたいな、まあ、勝った以上ね、うん、勝って自己満で終わるんじゃなくて見せびらかすことでって思うもんな。 YouTube やっとったら一回経験してもらうと、これをそう多分やってるような気がするっすね。僕は俺もなんだかんだやりそうな気がしますね。まあ他のことももちろんやるでしょうけど、でも分かんないっすね、10年後の自分がどうなってるのか、うん、まあでもお互いめっちゃ成功してるんじゃないですかね。うん、ささらなるなんて成功はすごい、その規模感で成功してるんかなと思いますよ、うん、今のところずっと一応ね微力ですけど右肩上がりなわけですから、お互いいろんな会社やってて成功するんじゃないですか、さらにね。そうですね、だから結婚してんのかなっていうのは一個俺は。結婚ほんましないですね、まあ、そんなもんか、タレントって、ね、タレントで30結婚早いよね。まあ早いんじゃないですか、男は特に。ちらほら結婚してきた感ありますけどね、ちょっとずつ。なんか同世代たちが40歳はさすがに結婚してんのかなと思うんですけど、分かんないですね。でも本当それ見えてこないですね、ま、遊びたいとかいろんなとかね、遊べるような状態、若くても求められてるいろんな意味で、結婚する必要ないよね別にね。まあそれはそうですね、意外